仕様の最新型。これさえありゃちょっとは上位の魔法が使えそうなんだがな。さすが都会ね、魔導器がこんなに出回ってる。へえ、いろんな形があるもんなのね。一つくらい欲しいな。いや、いくらすると思ってんの。けど魔法を使うのに道具が必要なんて、あんたたちは不便ね。その点私なんか魔法も使えるし、マグロの流れだって見えちゃうし、まあどっちもちょっぴりだけど。ほう、珍しい。妖精にエルダ族の子供か。このもしそうなら捕まらないよう気をつけること。ここの金持ちには小塚が多いから。失礼、私がここの店主だ。魔導器が気になるのか。これなどいかがかな。王爵を模した特別な記念品だ。いくら。いや、本当に買おうとしないで、からかわれてんのよ。っていうか、あんた王爵の実物知らないんだっけ。王爵は代々の王が証として受け継いできた一本の爵状だ。天変地異も起こせるようなとんでもない魔法が使えるらしい。要は世界最高の性能を持つ魔導器だな。王はそれをよく知り込み国を守ってきたわけだ。けど跡継ぎがいないまま王様が死んだ。そういうことだ。次期王の魔法の加護は途切れる。何しに来たのかは知らない。ここは近いうちに一波乱ある。覚えておきます。自分の身を守れるのは自分だけだ。なんか妙な天使だったわね。でも確かに気をつけなきゃ。っていうか油売ってられないわ。さあ軍の歩兵舎まで急ぎましょう。向かおう。行ってみましょう。そこが歩兵舎ね。じゃあここから先は任せるわ。大した問題は起きないと思うけど。あ、面接で何か聞かれても任務に触れない限りは素直に答えていいから。作り話なんて怪しまれる。うまく採用されるよう頑張って。じゃあしっかりね。ああ、貴族出身？食うに困らんはずのやつ。さては家が落ちぶれたか。ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか入れないのか、どっちだ。て、分かるね。いいだろう、入隊は認めてやる。だが軍務では長官命令は絶対だ。死ぬことだって任務に含まれる。青臭い坊ちゃんに現実を叩き込んでやる。せいぜいお国のために死んで役立て。貴重な味方を脅して統率か。思ってたより能なしの集まりだな。でも安心しろ、この国は俺が変えてやる。こいつ、言わせておけば。やめとけ、こんなことで医者の仕事を増やすな。て、悪運に感謝しとけ。ほら次、早くしろ。Oh.
ルダ族だと？まだ生き残る年は18の孤児か。兵士としては志願した理由は何だ？仕事が欲しいだけだ。冷めたやつだな。ま、寝なし草じゃ他に稼ぎ口もないか。で、軍でどういう活躍ができる？得意なことはあるのか？こう見えて力はあります。その細腕でか。とてもそんな風には見えんぞ。最後だ様、字は書けるか？書けるならこいつに名前を書くんだ。いいだろう。貴様の入隊を認める。やった。知っての通り、怪物騒ぎやらで人手が足らん。生半可な覚悟じゃ最初の認知で死ぬことになるぞ。では行ってよし。はい。